本日は、夏野菜ですね、横着栽培できない夏野菜の特集でございます。特集というか、まあこの野菜は横着栽培できへんでということで、これですね、これ、はい、この野菜が横着栽培できない理由を、だらだらと語っていきたいと。お尻濡れた。お尻ちょっと待って、めっちゃ冷たい。うわ後ろ水溜まってたです、はい。こんにちは。こんにちは。どうも。岩崎です。ママです。5月のゴールデンウィーク、皆様いかがお過ごしでしょうか。です。私たちは働いてます。うん、そう、はい、今が一番働き時。ドキドキです。で今日はね、横着栽培できない夏野菜ということで、まずは横着栽培できる夏野菜ちょっと軽くご紹介、はい、オクラ、この一番左ね、はい、いかわかんないけど、植え付ける、ほっとく、収穫する、でもちょっと苗が根腐れ起こしてます。ちょっと、はい、はい、こちら、はい、甘長唐辛子、はい、植え付ける、ほっとく、収穫する。山長も、まあ、支柱は立てないといけません、はい、軽い剪定は必要ですが、はい、3本仕立てとか、ね、4本仕立てとかそんなのはしなくてもできます、うん、次、ズッキーニ、はい、植え付ける、ほっとく、収穫する。でも受粉はしないといけません、うん、ただアブラムシがちょっと湧いてます。あれ今年ちょっと横着栽培の敵アブラムシが湧くのがあちこちに湧いてます。早いね、やばいです。アリが歩いてるもんね、はい、怪しいよね。怪しいね。はい、こちらインゲンです、はい、こちらも植え付ける、ほっとく、収穫する、横着栽培4連発イエーイ、はい、では横着栽培できない野菜に今から移りたいと思います。はい、どうぞ。ういはい、はい、横着栽培できない夏野菜、はい、ナスビです。ですな、はい、今日はナスビの植え付けをね、はい、やっていこうと思います、はい。ちなみにね、はい、その他にもナス科のトマト、トマト、うん、あとパプリカなどなど、はい、まあ、ピーマン系ね、はい、まあ、あんまり横着栽培できないですね。できない。できないです、はい、横着栽培というのは植え付ける、ほっとく、収穫するなんですけど、ナスビは、まあ、まあ、ナス科はな、食用ホオズキとかにしても、はい、まず植え付けたら、うん、これですね、仮支柱をしないといけません、はい、で、あれ、あれ、なんじゃ、さっき書いてたよ、うん、ガッチャンプーをします、はい、ガッチャンプーですね、うん、で、ちなみにこのナスビは、はい、千両ナス、トゲナス2号、お、普通のキナスね、キナス、うん、ここらでは水ナスに対してキナスと呼びます。あ、そうか、違うんだ。そう、普通のナス、あ、そうか、そうか、キナスっていうのはこの辺の言い方です。そうか、よいしょ。で、株間は50センチ、はい、で、あとね、横着栽培できない理由としては、まあ、仮支柱を立てた後、うん、あれですね、まあ、本間の支柱も立てないといけません。本間の支柱 ね、はい、で3本なり4本なりこの脇芽を仕立てていかなあかんな、はい、ね、でしょ、いや、うん、なのでその仕立てるっていうのもせなあかんし、うん、次に、肥料ですね、はい、肥料が大量にいります、こいつらは大量にね、うん、なので追肥をしないといけません、はい、横着栽培に追肥という言葉はございません横着するんやから、まあね、追肥はありません。何もしないつもりやからな。そう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 、なのでやっぱりナスビは横着栽培にはできません、うん、で追肥の、まあ、結構肥料食いやからね、うん、追肥をたくさんするわけですよ。そう、ね、たくさんするということはアブラムシが湧き、はい、アブラムシが湧くということは今みたいにこれはアルバリン流剤ですけど、まあまあ、はい、あれですな、お薬をね、お薬飲めたねってやつですね、はい、お薬を、まあ、農薬を散布しないといけない、まあね、で特にナスビはアザミウマという
馬ですね。馬、うん、馬と呼びますが、そんな馬は見たことないですが。ホースじゃないよ。ホースじゃない、アザミホースです。はい。アザミ馬ね、はい、がつくので、よいしょ、そのアザミ馬っていうのはナスビのあのヘタとかが白くなったり、うん、鼻落ちって先っぽの部分があの星みたいになったりする、はい、ああいう傷をつける、虫で、ちっちゃい虫なんですよ。肉眼でも見えないことはないんですけど、ないけど、うん、ないけど、あの俺らの年代の人以上の人は肉眼では見えないと思う。多分見えないだろうね、はい、特殊な眼鏡が必要です。老眼鏡という。そういうね。もしくは俺みたいに近眼の人は眼鏡を外してこうやって見れば、外して見る、はい、見えることもございます。はい、よいしょ、ね、でそのアザミ馬というのがまた大敵で、はい、あれですわ、あの農薬耐性というのがございまして、ほう、農薬をあの巻いてるとそのうち農薬が効かなくなってくるというか、あ、うん、農薬に、慣れるというか、慣れてしまうよね、うん、じゃあ A 巻いたら次 B 巻かなかな、そうそう、だから農薬ローテーションでね変えていかなあかんっていう、うん、非常に大変な、厄介やな、厄介なやつがつきます、はい、まあ家庭菜園でそこまで気にせえへんっていうのならね、うん、まあ、それでもいいんですけど、やっぱりもうそれつくとあかんよな。そうやな、うん、商品化ができなくなるというよりもやっぱりもう木も弱っていくんじゃない。そうやね、うん、勢いはなくなるんだ。そうそう、まあそんな感じでね、はい、農薬をまくということは、はい、植え付ける、ほっとく、収穫するやからの、あのあれですわ、横着栽培に農薬散布という言葉もございません。ございません、はい、ございません。農薬散布した時点で横着栽培ではございません、はい、まああの俺は私は例外的に植え付けの時のね、はい、プッと入れる農薬はちょっと例外的に認めてますが、はい、認めてます、うん、まああのほら安心安全のためとかじゃなくて、はい、ただただ体を気遣って楽して栽培したいという横着栽培ですんで、はいはい、あの自然農とかそういう有機栽培とかではないので、うん、まあ、農薬は横着できるのなら使います、はい、ただそのこんなん担いでさ、うわーかかってみたいなさ、そんなことはね、そんなことするやつは横着ではございません、はい、ということで、ナスビは横着栽培ではないんですかね。ではないね、うん、であとはまあそれ以外でいくと、まあそうやな、追肥と農薬がちょっとしんどいのと、あとはほら切り戻しとかあるやろ、秋になったら。あるね。もう俺はせえへんけどさ、うん、やり方知らんから。ていうか横着栽培好きやからさ、今までナスビなんか育てたことなかったよね。そうそうそう、今年からあの水ナスは今年3年目で、そうね、この普通のナスビは今年初挑戦やからな。おう、まあそんな感じでね、はい、ナスビは横着栽培できないんですよ、はい、だからまあ1年目とかでね育てたい人はね、家庭菜園初心者の人は、はい、まあ、やりたいんやったら1株2株ちょろっとやるぐらいにしといて、そうだね、うん、あんまり気合い入れてやらん方がいいね、うん、やっぱりね、ナスビとかトマトとか作りたいのはわかるけど、トマトね、うん、トマトとかでもさ、美味しないからな、あ、美味しいのできへんから、夏場はね、うん、そんな露地栽培でできてるぐらいなら、もう俺も栽培してるよ。ちょっと待って、これ何やこれ、なんかあるよ、ちょっと待って、ここが次穴開ける場所、うん、よいしょ、あ、なんだこれ、何の花の根っこじゃ。まあね、ナスビは横着栽培できませんと言いましたが、はい、まあ、横着栽培についてね、ちょっとね、今年はしんどい年かもしれへんね。ほう、去年もさ、これ後ろね、里芋植わってんだけど、はい、去年も里芋もさ、横着栽培と言っときながら、あれよな、結構水を入れたり、うん、まあ、もう農薬は負けんかったけどな、うん、油虫湧いたりな、お世話したね、結構大変やったよな。そうね、うん、だから年々暑くてさ、うん、横着栽培って言うけどできなくなってきてるもんが多いよね。あるよね。まあまず天候が暑すぎて、はい、その水やりやら枯れるやらしおれるやら、はいはい、で暑いがゆえに病気が発生したり虫が湧いたり、はい、カメムシももうなんか大きいカメムシ連結してな、そう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 、お前ら交尾すんなや思いながらさ、でまた食える気か言うて、ね、カメムシももう早速なおるしさ、そうよ、うん、ね、そういう状況やからさ、今年アブラムシも多いよな。多いのよ。
土がええの使ったから肥料が効いてて油虫湧いてんのかと思ったらどうやら違うな、これ違うね、うん、普通の路地でも湧いてるしな、そう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 、普通に絶対数が多いんだろうね、そうやと思う、油虫も多いしさ、あとはさ、天気がさ、うん、まあ、暑いだけやったらあれやけどさ、雨が多いやろ、うん、そうなのよ、ここも雨でほら無理やり耕してるからボコボコやん、ボコボコ、まあ、まだナスビはな、乾燥嫌うからさ、うん、まあ、まだええんやけどさ、いいんだけど、うん、とはいえさ、あんまりにもな、降りすぎてもね、うん、ほんならやっぱり土もボコボコやしさ、土がボコボコというよりもその病気がな、うん、伝染するわな、そうやね、やっぱり横着栽培には厳しい環境やな、うん、ほんまね、楽してね野菜を作りたい夏はクーラーの効いた部屋にいたい、あれもう、いや、ちなみにさ、まあまあ話またナスビに戻るけどさ、はい、これ接ぎ木の苗なのね、接ぎ木ね、うん、接ぎ木の苗っていうのはやっぱりあのナスビはもう基本ね、トマトもそうやけどな、うん、接ぎ木にしないと病気にかかるのな、だよね、うん、まあ、連作障害の予防とかもあるけど連作障害じゃなくても接ぎ木の方がいいのよ、うん、で接ぎ木ということはもうすでに誰かが横着せずに育ててくれてるわけよ、まあ、ちゃんとね、うんうん、あとそうよ、これこれよ、この脇芽も取らなあかんのよ、はいはいはい、結構脇芽取らなあかんねん、あの、うん、ナスビもトマトも、そう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 、うん、耐えよるね、下から、そうな、俺も脇芽とんの嫌い言うて、あのソバージュ栽培のさミニトマト、うん、あのうわーって広がるやつな、うん、あれやってるけどあれも結構大変やからな、なんだかんだ言ったって支柱せなあかんしな、そうね、うん、それもせなあかんしね、そうそう、これこれな、そうそうそう、ガッチャンプーせなあかんし、うん、あ、タララーン、なんだ、なくなった、あ、まだあった、あったこれ結構な横着グッズやよな、これはいいよね、うん、これはもうほんま素晴らしいね、素晴らしい、ただ大切に使わないとさ、俺ら毎年1個買ってから、そうね、意味ないよね、うん、いやでもこれ高いから1万円ぐらいするからな、そう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 、で、なんやっけ、よいしょ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 なんじゃお尻プイプイやろ、そうそうそう、ね、買えるか、買えるも早いというか、もう苗がもうあの辺ぶわっ白間に生えてるしな、ね、早いよな、早い早い、まあ、早いというか、まあ、20も20度以上だから、ヘビのさ、そうヘビ最近あちこちおるけどさ、ヘビもあれ20度からぐらいやろ、うん、適温が、そうそうそう、ヘビの適温の時期一瞬で過ぎるやん、お前やな、あ、今年ヘビ少ないんちゃうか増えへん、うん、暑なりすぎて、そういうことやか、うんヘビはどっちでもいいけどさ、ほんまな、ちょっとな、大変やな、ちょっと異様に暑いから、暑いな、いやだからな、野菜作り大変やと思うわ今年、うん、去年も大変やったけどさ、うん、だからね、まあ家庭菜園の人とかだったらなかなかそうはできへんだけど、うん、もう今年のレタスでもね、うん、うち結構あの例年より 1.5 倍作ってんのよ、はい、1.5 倍作ってるけど暑さにやられて、うん、もうヘロヘロやねんな、そうやねん、でもうここのとこで急激に大きくなったから全部中で裂けてな、葉っぱがもう実の成長に葉っぱがついていかんと実が裂けてるから、うん、裂けたとこから茶色くなってな、うん、傷んでくるんやよな、そう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 、だからもうはっきり言ってあんまりええ商品少ないんやけど、そうやねん、けどもうそれしかないねん、なんちゅうかな、ええ商品少なくなるけどもういっぱい作って、はい、悪い商品の中からええ商品を見つけていくみたいな、うん、もうそれぐらいしかあのヘッポコ農家のな、はい、技術力がないからさ、から、うん、こういうイレギュラーな年が毎年続くとさ、はい、もう無理やよな、ね、このナスビが何本うまいことできるか、そうだね、まあでもナスビはママ担当やからな、ああ、こっちのナスビはね、そうそう、え、違うの、そうよパパ農薬担当やから農薬散布の時、アブラムシ湧いたよってママ言うだけやからな、そうそうそう、アザミウムは湧いてるでとかで、湧いてるでってなんや、俺かやまあでもね、やっぱり夫婦はね、助け合いですから、うん、ね、そうよ、やっぱり物売らなあかんな思ってな、うん、まあ、YouTube も頑張らなあかんけどさ、 YouTube やっぱりショートすごいなショート動画、ショート動画炸裂してるよ今、俺みたいな適当なやつでもさ、俺ただ切り抜きにしてやってるだけやん、なのにめっちゃ回ってるな、へー、うん、いやもうなんか何万回で回ってるやつ結構あるで、うんうん、まあ、こんな俺みたいなな、パパが出てくるんや、ほんでな、みんなな、農業系の YouTube はな、
まあ、それがええんやろうけど、そこにノウハウをな、全部詰め込もうとしてるやん。でもショート動画スワイプしてバーって見るだけやん。だからなんかパッと出てきて、そんなノウハウ突然言われても、俺別にピーマン育ててないしとか思うやん。まあ、あのシェア畑さんとかのやつは思わず見てしまうけどな、ね、でも他のところはさ、そんなんしたってさ、もうシェア畑には語れへんねんから、うん、まあ、俺の発想やで、はい、だから俺はグダ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 言う動画を上げると脱線の話だね。そうそうそう、だからまだこの動画上がった頃に上がるんかな、ニンニクの時にタマモクロスの話切り抜いてさ、タマモクロスにさ、あのほらカメラカバー取られた話、馬ね、馬馬、うん、それで厩務員のおっさんに頭どつかれた話して、それをあの切り抜いて、うん、ショート動画にしました。当たるかどうかは知らんけど、うまいな、うん、動画の話はええねん。ラスビもな、はい、いやうちはさほら収穫体験もしようとしてるし、うん、やっぱりあのほらちっちゃな独占直売所が結構あるやん。そうやね、あのあれや、独占直売所っていうか、要はあの無人販売所みたいな直売所が3軒、うん、あとはな、出店のあれが4軒目あるしさ、 そういうとこやとさ、ある程度の品揃えが欲しいやん。そうで、しかもさ、他の人から仕入れて売ったらその分なあ、もったいないんか、うん、そうおうちで作った方がいいや、うん、ということでいろいろ作ってんだけどね、はい、でこのナスビなんかでもさ、今まで地主さんが作ってたんやけど、もうやめる言うからな、うん、じゃあっていう、じゃあうちでやろうってナスビも年々高なってるしな。高なってる、やっぱりね、農家減ってるのよ、作る人。やっぱりね、昔なんかやったらね、冬場でもナスビいっぱいあったんよ、うん、高知とかでいっぱい作ってたから。そう、高知よく見るよね、うん、高知も減ってんじゃない、うん、でも円高やし、円安やしさ、うん、重油とかも高いやろ、まあ、冬にわざわざ重油炊いてナスビなんか作ったところでさ、 そうね、そこまで売れるもんちゃうしな、うん、で消費者も減ってるしな、うん、そうやね、若い食べる人口が減ってるからさ、うん、だからやっぱり売れ方が多分違うと思うの。昔はエグかったもん、ナスビでもさ10本2キュッパとかでザル盛りしてポンポン売れたからな。スイカなんか4分の1カット何、2キュッパとかでもし売ろうもんなら、うん、切るの追いつかへんぐらい売れたからな、うん、そんなのはもうないよな。ないな、うん、もうそんないらんねんっていう。そうそう、みんなそんな食べへんしな、年寄りばっかりしな、うん、まあだからあれやな、農家が減る数が早いのか、はい、人口が減る数が早いのか、はい、競争やな。うまいな。農家の方が早減るような気するな。そうか。あ、じゃあ意味ないよ。こけたやん。どういうことよ。何してん。もっとやり直しや。こけるようじゃないな。これもな、苗もちょっとひょろちいよな。ちょっとね。うん。これでどうだ。おっしゃ。しゃあね、うちで作った苗じゃないからな。そうね、ナスビの苗なんかよう作らんし、ちょっとしないね。何回か種買ったことあるけど、種で未生の苗作ってどないすんねん。だろ、お前な、継ぎ木でないと思う。継ぎ木でも病気や虫やって大変やん。せよいしょ。相変わらずあれやな、途中からグダグダ動画になってきた。お前や、いやほんまな、でもな、横着栽培とか言ってやってる自分が言うのもないやけどな、うん、野菜なんか横着してできへんで。あれ、いやほんまによ、こんなん言うててさ、俺がここ完璧にな、横着栽培でできた野菜なんかあるか。いや、ないな。いや、横着栽培でそりゃその栄品とかできてりゃええで、うん、てけど見てみや、有機栽培やから虫食ってるとかさ、そんな世界やろ、どうせ、うん、そうね、な、自然のなんかもっとひどいやんか、うん、なんか形になってるかどうかも分からへんやん、はい、な、まだ俺は形になって商売で野菜売って、今度お風呂が、 YouTube でママの車を買いましたが、はい、今度あの野菜でうちのお風呂が新しくなります、はい、大理石です。いや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 、え、違います、違います、あの、なんかユニットバスや、はい、リフォームするんですよ、え、はい、リフォームね、リフォーム、はい、でもさ、はあ、頑張ったよな、頑張りましたよ。で、あの今までのな、あちこちに貯めてるお金を、うん、これ何や、ナスビの話じゃない、ね、あちこちに貯めてるお金をな、もう分からへんからちょっとパソコンで管理しようということで、はい、一つの表にまとめてみたらさ、うん、なあ、結構あったよな、結構あったね、びっくりしたな、うん、で、その、はい、あれや、タイトルな、この、はい、このホルダー名な、ホルダー名
大変の塊にして今まで大変やったなって2人でなちょっとある意味感動しながら、はい、今夜はちょっとビールで乾杯やな。ちくわ横着栽培なんかできへんでっていう話をしようとしてんのに何の話や。なんでお金の話。まとめますね、はい、横着栽培っていうのは植え付ける、ほっとく、収穫するですが、うん、今のここに俺たちが植えてるナスビは横着栽培できません、はい、理由は、脇芽かき、はい、3本4本仕立てる仕立て、はい、追肥、うん、虫が湧くんで農薬散布、はい、で毎日の収穫、うん、大変、横着はできません。横着したら実はできなくなります、うん、やっぱりあれだよな、枝ブワーってなるともうナスビちっちゃなってしゃあないもんな。そういうのがあるので、うん、まあ、ナスビとあとはトマトね、はい、あとパプリカ、ピーマンは、まあ、ピーマンは、まあ、若干、うん、若干適当にやってもできるけど、うん、まあ、その辺はあんまり横着栽培はできないかなという今日はお話でした、はい、まあ、相変わらずグダグダ余計なことを言っておりますが、はい、明るく楽しくバカっぽく今日も頑張って、ナスビを植えている私で串でございました、はい、文句あるか、ない、はい、よかった、ママが文句ないということで今夜はビールを飲みたいと思います、はい、おしまいです。それでは皆さんさようなら。